長年のキャリアの中で磨き上げたスキルや人脈を生かすなら BYM のエグゼパート、企業顧問としての活躍をサポートいたします。詳しくは概要欄からご覧ください。はい、どうぞ。引き続き岩野スペシャルイエス。ということで今回のテーマはですね、岩野の年収というチャンネル名にふさわしいテーマですね、はい、ここまで来ると年収とかどうでもいいんですけどマジでやっぱり皆さん年収気になりますので、うん、一旦言いますか、年収いくらですか。今ストック3社から1800万円を役員報酬でいただいております、はい、ちなみに私も1800万です。前期が1億ぐらいだったんで、はい、私は赤字ですね。赤字なんですが正直どうでもいいとで僕は思ってますが、年収に関して代表になった前と後だったら後の方が年収で言ったら下がってるわけじゃないですか。そこの意思決定ってどんな気持ちだったんですか。もうすでに年収じゃないなっていう覚悟は決まってたんですよね。全然違う会社の役員になりますっていう意思決定をストックさんの代表になる前にしてる、その時点でもう下がってるんですよ、うん、っていうのでまず覚悟はあったっていう。じゃあなんでその覚悟になったかっていうと、自分なりに金言みたいなので、早く行くなら自分一人で行け、遠くに行くなら仲間と一緒に行けみたいなのがあって、後者の方が自分の将来設計的にすごく重要だなって思ったんですよね。フリーランスっていう枠組みで語るとすると、フリーランスになる人って基本的に一人になる、早く年収を上げるみたいな方向に行くんですけど、どうしてもやっぱ一人で動いてると頭打ちになりますよね。僕はそのなんか中間みたいな感覚を覚えてたんですよ。みんな結構仲間はいっぱいいるんですけど、社員ではないし組織組織してるわけじゃなかったし、どっちつかずな中途半端なところにいるなっていうモヤモヤがあったんで、だったら一人に戻るかみんなで行くかっていう話二択になってて、絶対に後者に行きたいって思ったん で、ね、でちなみに以前の段階で役員報酬とかなんかうんたらかんたら除いて可処分所得としては5000ぐらいな、半分以下に下げたってことですね。そうですね、はい、これはなかなかの覚悟を感じますよね。もうやるしかないっていう感覚に行きたい自分がいるわけですよ。実際どうですか、困ったことあります？お金で、うん、お金正直そんなになくって、交代する前に派手な飲み会みたいなのを3ヶ月に1回ぐらいで定期的に開いてたんですけど、それをなくしたぐらいですかね。この飲み会ってそんなに実利を感じた覚えはなくって、逆に良かったなみたいな、うん、まあ、お金と体力どっちも失いますから、うん、そうですね。逆に言うと1800あったらそんな生活変わんねえんだよみたいなところもあるかもしれないですね。一応会社の経費として仕事の際の移動だったりと、はい、ランチだったりとか会議費だったりとか接待交際費っていう枠もあるので、本当の会社の1800万よりはちょっと多いですよね。 そうですね、そこはもちろん前提としてあるんですが、うんうんうん、まあ、とはいえ下がったと。僕もやっぱ下がってある意味無駄遣いは減ったとかそういう話はしたかったんですけど、僕はマジで何も変わらずですね。岩野が代表になって一回経理も混ぜて僕の使ってる経費の明細とか見て、少なすぎて引いてましたよね。こっちが来ますよ。使わなすぎてやりづらいわって話に。あれが僕の素だったんでマジで変わらずですね、うん、じゃあ年収はそんな感じ。ただまあ見てる人は年収を上げたいとか5000に到達してるからその境地に行ってるわけで、うん、そこに行きたいっていう人って必要な部分があるじゃないですか。年収を上げるにあたってみんな知りたい一つが、今のが今まで後輩だったり部下若手に対してのフィードバックですよね、うん、そこでどんなことを言ったりしてきたのかポイントでいろいろ教えてもらえると、あ、これは俺に当てはまるかもとか、間接岩野のマネジメントを見てる人も受けられるんじゃないかっていうと、それは聞いてみたいですね。めっちゃ大枠の抽象論からで言うと2つあって、うんうん、1つ目が新規よりも既存の方を大事にする意識は一生忘れないでくれ、うんうん、実際新しいパートナーさんの採用とかは力入れてやってるんですけど、力がある人って紹介ですでに回ってるんですよ、うん、それで拡大を望む人っていうのはストックさんを魅力に感じるし、紹介以外はめんどくさいん で、うんうん、私自身営業も得意じゃないので、うん、新規は興味ないですっていう人はメリットを提供できないじゃないですか、うん、なんで諦めてるケースもあったりするんで、そういう人はしっかりしてるし魅力的だな僕は思う。できることならもっと力つけてそういう人たちをもっともっと巻き込んでいきたいなと思うのが一つ。新規案件当然大事だし、うん、飛びつきたくなる気持ちは分かるんだけども、うん、既存をおろそかにした瞬間めちゃくちゃしんどくなるんで、なるほど、ね、やめて。僕は新規の取ってくる大変さをめちゃくちゃ解いてるんで、既存が切れた時にお前この案件の同じのを取ってこうと思ってどんだけ大変だと思ってんのっていう侮
ち切れはよくしてましたね、うんうんうん、その関連で言うと株元が一番最初にみんな巻き込むときに株元の属人的なパワーで経営者と引き合わせて営業現場同行して案件ご発注いただいてデリバリーのところよろしくみたいなケースってあったと思うんですけど、その時によく言ってたのが広げて当たり前だ、切られるなんて言語道断だよみたいな、それはマジで共感してて、ウェブプレイヤーがいっぱいいて優秀な方なんですよ。で切られるって怠惰がほとんどだと思ってて、そういう意味でめちゃくちゃ共感してますよね。1クライアントとお取引が開始したら順増して当たり前だなっていう感覚を持っておくと絶対伸びるし。なるほど。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。2つ目がやっぱ B2B をする上でコミュニケーションの大切さを見くびらないでほしい。この間も YouTube 見ててキーエンスの場合で言うと納品のスピードが圧倒的に優れてるから人の2倍の価格でも売れる。どんだけ利益が内部留保されてようがそれでも頼みたくなる必然的な理由がある、ってなった時に凡人である社員で軍隊みたいな組織作れない我々がすぐにできることってコミュニケーションだなと思ってるんですよ。ちゃんと法令をするとかも含めてですよ。だから僕当たり当たり前のこと当たり前にしようね、特にコミュニケーションで不義理なことはしないとか当たり前のこと全部ちゃんと全うしてたら勝手にお客さんと良好な関係築けるよねって、そこで尖ろうよみたいな話は自分でチーム作る時によくしましたね、僕は尊敬する営業会社の社長が2人いて、その2人が喋ってるのを聞いた時にびっくりしたのは、データを取った時にクライアントと会食に行ったかどうかで、行ったか行ってないかで振り分けた時に行ってる顧客の方が継続してるっていうのが 75% ぐらい高かったらしい。会食すると顧客の深層心理だったり課題が引き出せる、だから対応できる、会食の大切さみたいなところをすごく説いてたんで、それは僕らも活かせるなと思いましたね、ちょっと思いついちゃったんですけど、3つ目の完全に相手目線のところですよね。会食行くがゴールの人は多分切られると思うんですよ、じゃなくて相手のニーズとかを引き出すためのツールとして会食を置いてる人っていうのはちゃんとしてるなと思います。会食一つ行くにしても、その人がどういう予算だったり背景でそのプロジェクトをやってて、どこの数字をうまく活かせるとその人が出世して、社内から今どういう期待値を受けててとか、そこら辺全部背景理解してあげるとコミュニケーションって円滑になりますもんね、こう今はその3つ話してると思うんですけど、もっと具体的な所作とか含めて最近したフィードバック集みたいなのを思いつく限りどんどん言っていこうかなと思うんですけど、最近僕が思ってるのは話おもろいって大事だなと思っていて、話がおもろいってどういうことかっていうと、相手が一番笑うであろうポイントを最後に強調して予想を裏切る形で話を組み立てるだったりとか、相手目線の究極が話おもろいになるのかなと思ったりするんですよ。今こっちの人はこういう風に考えてるでしょうっていう前提で話進めて、最後に裏切るオチを持ってくるとか、うまくいってる経営者の人って基本話うまいんですよね。あとは、これはちょっとずれるポイントもあると思うんですけど、僕はやっぱりまずやってみようぜみたいなところを重視していて、結局なんか計画立てて準備して設計しても9割以上はその通りにならないじゃないですか、良くも悪くも大体ブレるじゃないですか、準備に時間かけるっていうのすごく嫌うんですよね、特に01の時とか。補足さんぐらいある程度の重ねてきたものがあったら過去の分析って大事だと思うんですけど、パーセンテージとかで10件商談して2件決まったから 20% です、4件のうちの1件だったから 25% です、母数少ないのに対してのパーセンテージをいちいち割り出してそれで準備しようとするとか、もうそんなんいいから100件まずやろうぜっていう気持ちになっちゃうんで、新しいことやるときは特にフィードバックすることが多いですね、それで言うと、逆に計画立てて変数とか洗い出してパーセントとか立ててやる人は僕はウェルカムなんですけど、それをやりきらなかったときになんでっていう風にめっちゃ詰めます、こことここのパーセントはもともと想定してたより悪かったんだよね、だったら行動量増やすしか挽回する方法ってないやん、なんでこの行動量をもともとの計画のまま進めようとしてんの、お前が立てた計画やみたいな。性格一番違うなと思うのは、予日とかスケジュールシートみたいなのをちゃんと見ながら進捗する感じでしょ。俺見ないんですよ、見ないで振り込まれた金額だけ見るみたいな、で なんでみたいな、少なくね。さっきのおもろい話に通ずるやつで2個あるなって思ったのは、1個は髪切れ、髪切れ髪ボソボソやったんでクライアントの前に出る気ある、はいはいはい、これ何人も言ってます。それこそ山本が一番最初に会った時に、金髪ロングサンダル、金髪でなんかルノワール来て、
めっちゃ怒りましたよ、それ6年前の話ですね、はい、山本は6年前、うん、僕最近怒ったのは大学卒業してすぐ、うんうん、フリーランスを文字通り自由って勘違いしてる人、論外って感じですかね。であと話を思わないとも通じると思うんですけど、うんうんうん、一文が長い、何々なんですけど、うん、何々でみたいな女子会みたいな喋り方をするやつがいて、はい長いとかいうちょっと茶化しながら指摘するみたいな、なるほど、ね、本当に極端に長かったんで意識した方がいいかもしれないですね。若手ほど話すのだいぶ上手になりましたよね。なりましたね。一時期すごく精力的に取り組まれてましたもんね結論から先に話すみたいなのを矢野くんが始めて、何を答えるにも結論って言って無理やりでも結論をひねり出すみたいな喋、うん、り方を一時期すごいやってた影響で、うん、若手で結論から言うと3点ありましてみたいな喋り方がまあ多い多い蔓延してますね。結論言わないよりマシなんで、うんうん、全然それでも不快とかはないんで、すごくいい傾向であると思うんですけどあれ広めたのは岩野さんなんで大っぴらに語った記憶がないんやけど、俺が昔話が分かりづらいみたいなこと確かに言ったのよ、うんうん、それ で岩野くんって言われたことを絶対直そうとするから、ちょろっと言ったのに対してちょっとこれ気をつけるわって言って、結論から言うようにすることをめちゃくちゃ徹底して1年ぐらいかけて完全に変えたみたいなっていうのが昔あったんですよ。今若手で話長かったりとかするのもいると、あの岩野ですら結論っていうことで話を強制的に自分で短くするっていうのを取り組んでた時期があったんだ、お前もやれみたいな、ちゃんと仕組みで解決しますそんな感じで岩野スペシャルということでね、でこの後はですね、具体的にどんな施策をしたのかめちゃくちゃマニアックな話になるんで、ちょっと年収チャンネル向きではないと思いますので、ストックさんチャンネルでですね、めっちゃマニアックな話、目線をプロに合わせて話していきたいと思いますので、ストックさん10億のところから引き継いで、そこから何をやっていったのか、具体的な施策、これは価値あるんじゃないかな、ストックさんチャンネルでお話いただきますので、一旦年収チャンネルは以上です。岩野さん、ありがとうございました。お願いします。